小さな体型ながらコミカルな演技と美しい歌声で日本のテレビ界初期に親しまれていた白木みのるさん。しかし最近すでに亡くなっていたと報道され世間を驚かせました。今回はそんな白木さんの経歴とともに藤田誠さんとの確執についてや訃報が公表されなかった理由、また家族や資産についてなどをまとめてみました。1934年5月6日生まれの白木さんは島根県の現在は松江市にあたる八塚郡八塚村出身。幼い頃は親の仕事の関係で日本と満州を行ったり来たりしながら育ちました。白木さんといえばその小柄な体型が特徴的で、公表されていた身長は140センチ。その体格を生かして騎手を目指していたそうですが、中学生の頃に美しい歌声が評価され、地元の山陰地方を中心に流しのミュージシャンとして活動していました。また、歌謡ショーにも参加していた白木さんは、ある時、地方興行をしていた歌謡劇団にスカウトされ、近畿地方にまで進出。少年田畑、ミサイル小僧、庄司昭夫などの名前で活動していましたが、やがて大阪の劇場支配人にその才能を認められ、正式にミサイル小僧という名で専門歌手になりました。1957年、23歳の時には吉本興業からスカウトを受け、何でも実らなあかんという理由で、自ら白木みのると芸名を変更し、以後その名はお茶の間に親しまれてきました。1959年には、都町長さんが主演の時代劇コメディ、あっぱれ長介無茶修行に、小坊主役でレギュラー出演をして注目を集めると、1961年からは、同じく都町長さん主演のコメディ番組、スチャラカ社員に少年球児役で出演。これを機に、都町長さんの押しかけ弟子にまでなったそうです。そして、この二つの役のキャラクター性が活かされた形で、翌年には、白木さんの代表作とも言われる、てなもんや三度笠に、陳年役として出演。藤田誠さんと共に繰り広げられるコミカルな掛け合いが人気となり、最高視聴率は 64.8% を記録。一躍、時の人となりました。また、吉本新喜劇にも出演しており、年300本以上の舞台に上がっていましたが、てなもんや三度笠の放送が終了すると、吉本を辞め、島倉千代子さんや北島三郎さんなどの歌謡ショーに出演するなど、本格的にテレビから舞台へと活動の場を移していきました。しかし、2001年には、キングジムの商品、テプラの CM や、ミスター・チルドレンのベストアルバムの CM に出演し、再びテレビの世界に戻ってくると、2003年には NHK 連続テレビ小説、てるてる家族にて、電気店の販売員役として出演し、話題を集めました。白木さんはもともと身体障害者という理由からか、NHK に白木が出ると、視聴者が不快になると言われ、出演を認められていなかったそうです。また、そんな NHK に対して、白木さんも受信料を支払わなかったり、自宅のチャンネルを NHK だけ削ったりしながら対抗していたのだとか。そのため、世間ではすでに大人気だった白木さんが、69歳にして、NHK 初出演したということも注目を集めたのでしょう。また、
テナモン屋コンビとして親しまれていた藤田誠さんとも、実は絶縁していたという噂がありました。具体的な時期や理由について詳細はわかりませんでしたが、どうやら金銭トラブルとも、テナモン屋コンビでの意見の食い違いとも言われ、10年近く仲違いの状態が続いたようです。しかし、そんな二人は、2007年、大阪で行われたイベント、御堂筋パレードにて、テナモン屋サンドガサ号に乗って仲良く登場。久々の共演を果たしました。また、藤田さんが亡くなった際は、ずっと、兄と言って慕っていた。実感が湧かないが、今晩あたり枕を濡らすかも、など、藤田さんへのコメントを残しています。その後も舞台での活動を中心に芸能活動を続けていた白木さんでしたが、2014年公開の映画、テルマエ・ロマエ2に出演後、その姿を見られなくなっていました。そして、音沙汰なかった白木さんの名前が次に世に出たのは2022年。悲しいことに、2年前の2020年に亡くなっていたという訃報でした。この報道で話題になったのは、2年間死亡、死因を公表されなかったことでした。理由としては、白木さんが俳優、コメディアンであった他に、資産家だったからということが大きな理由として挙げられます。白木さんは、芸能界でも有名な資産家でした。高級住宅地として知られる兵庫県芦屋市に3階建てのマンションを持ち、白木さんはその1階に住みながらオーナーをしていました。1995年の阪神・淡路大震災の時には、自宅が全壊してしまった女子学生のために無償提供もしたそうです。また、弟夫婦には、同じ芦屋市に60坪の家を建て、鳥取県には両親のための別荘を、さらに、淡路島とハワイにも土地を所有していたそうです。そんな莫大な資産をお持ちの白木さんだったため、亡くなったことが分かれば、必ずマスコミに言及されることを、親族は分かっていたのでしょう。事実、弟夫婦は取材を一切お断りしていたそうで、白木さんの死を家族が認めていなかったことから、2020年には報道できなかったようです。また、死因についても明らかにはされていません。一部の報道では、小人症だったからではないかという噂もありました。そもそも、小人症による低身長には、骨に関する病気や染色体異常によるものだったり、癌の治療による後天的なものだったりと、原因は様々ですが、白木さんの場合、小人症自体は先天的なものだったのでしょう。そのため、直接の原因だったとは言い切れません。また、表舞台から姿を消した後の、2017年頃から、白木さんは体調不良が原因で老人ホームに入居し、弟夫婦に生活の面倒を見てもらいながら暮らしていると言われていました。そして、2022年の訃報。この時点で2年前に亡くなっていたとなると、体調不良が悪化した可能性が高いと思われます。人気絶頂だった頃から一転、静かに芸能界を引退、そしてこの世を去った白木さんでしたが、その人柄はとても気さくで優しい人でした。引退後、老人ホームに入るまでの間は、近所の住人に気さくに挨拶をしたり、冬に薄着な小学生に、風邪ひくでーと声をかけていたり、近くの商店街の休憩スペースで世間話をしたりと、
交流も積極的でした。また、白木さんには結婚歴がありません。理由としては、僕は寸法が足りないし、一人前の人間じゃないからね。女性も困るだろう、と語っています。そのため、生涯独身だった白木さんは、家族や周りの人との交流を大切にしていたのかもしれません。地元の長市から全国の人気者にまで上り詰め、その体型や演技で人々を魅了し続けた白木さん。時代劇専門チャンネルなどでは今でも再放送され、その演技は人々を魅了し続けています。機会があれば皆さんも見てみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。